こんにちは。皆様、お昼は何を食べましたか？私は今日はね、この佐藤の切り餅の一本っていうお餅で、これをね、やってみたくて、あんこにつけて食べてみたいと思います。つけあんこです。では、早速お餅を焼いてみましょう。はい、焼きに入りました。カセットコンロ便利ですね。なんか、キャンプイコール焼いて食べると思ってますわ。私は。楽しいですね。表面少し焼けてきましたよ。じっくりじっくり焼いてみよう。ちょっと弱火にしてみました。あ、膨れてきた。あ、一人でひっくり返った。四角いからね、4辺焼いてみます。焼けないかな、早く焼けないかな。あったかくていいや。おー、いい感じに焦げ色がついてきました。なんかお餅の焦げ色を見ると幸せな気分になるのね。もう手前のはいいかな。おー、おいしそう。はい、もう手前のはいいですよね。じゃあ食べてみます。はい、お餅とね、スティックのお餅1本と、今日は塩昆布とふきの煮たやつをちょっとトッピングじゃないや、付け合わせね。でこちらがあんこです。では食べてみたいと思います。おいしそう。ん、熱い。ちょっとダメだ。お箸で食べよう。よいしょっと。あんこをつけて、あーん。うん、おいしい。うん、お正月だわ。なんかあんこうまいね。うん、おこげがうまい。まあお箸で食べるなら長くなくてもいいかなと思うけど、まあ気持ちね、食べやすい。うん、おいしい。こうやってね、お手軽にお餅が食べれるっていうのは嬉しいですね。では、皆様、またね。美味しかったです。甘いの食べた後はしょっぱいの。うん、美味しい。2本目も綺麗に焼けました。お茶も美味しい。やっぱり。お餅にはお茶ですね。